子はちゃんとフィジカルトレーニングについてトレーナーさん、あ、僕もトレーナーさんいますけど。トレーナーのは一発で刺しちゃう。はい、皆さんこんにちは。もうご存知の方も多いと思うんですけれども、先日行われました鈴鹿8時間耐久レースでトネ RT シンクエッジ 4413BMW が優勝いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本日は優勝を収めましたライダーの星野智也選手と吉田愛之助選手に優勝報告に来ていただいたので、ちょっとインタビューをしてみようかなと思います。それでは、ちょっとインタビューの前にお二方に自己紹介をしていただこうかなと思います。星野選手からお願いいたします。はい、RT シンクエッジ 4413BMW で走ってます星野智也と申します。よろしくお願いします。で、同じくトネ RT シンクエッジ 4413BMW で走らさせていただいています吉田愛之助です。では本日はよろしくお願いします。お願いします。では早速ちょっとインタビューの方に移らせていただきたいと思います。はい、はいはい、ではまず最初にちょっとお聞きしたいのが、まあ、8時間耐久レースを終えてみて全体的にちょっとどうだったかなという感想をお聞きしたいなと思うんですけど、はい、SST クラスっていうのがちゃんとしたチャンピオンシップのポイントがつく初めての大会っていうことで、まあ、公式戦にちゃんとなったっていう大会で、まず一発目に僕らが勝ったっていうのはすごく自分のにとってもチームにとっても重要なことだなと思いましたし、やっぱり勝ちたかったんで、それの準備もチームのメンバーもちゃんとしてくれたし、ライダーもみんなトレーニングとかして万全な体制で挑めたっていう中で あの大会で勝てたっていうのはすごい良かったなと思います。はい、ありがとうございます。吉田選手、まあ、そうですね、初めてだったっていうのもあって、メカとしてはあの去年も立たさせてたんですけど、ライダーとしては初めてだったんで、まあ、ちょっといろいろと勉強だったりできなかったことが大きかったなっていうのはあります。ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、まあ、星野選手にとっては2019年以来の優勝だったかなというふうに思うんですけれども、まあ、その時と比べて今の優勝と、まあ、何かこう変わったこと、変えたことでもいいんですけれども、何か違う、変えたことはない。うん、まあ、でもあの頃よりトレーニングはしてるな。うん、まあでもあの時はやっぱ初優勝だったじゃないですか、8体で。あの時僕スタートとゴールと両方やったんですよ。でチェッカーも僕だったし、だからもうチェッカー受けた後に、あ、やっと勝てたっていうもう安堵感からめちゃめちゃ一人で泣いてたんですよ。そうなんです。で今回は僕ゴールじゃなかったんで、でだし意外と走ってる時も冷静だったし、僕のワンスティント目で結構周りがバタバタ転び出して、もう有力もう優勝争いが3台で絞られているという状況の中で、正直僕はもう、あ、勝ったなと思ったんですよ今回で。あとはこっちが何も見せなければ勝てるなと思ってて、その通りに進んだから逆にあんまり感情が逆に湧いてこなくて、あ、なんか当たり前のことやったら当たり前に勝っちゃったみたいな。ただやっぱそのさっきも話しましたけど、その最初のタイトル戦で僕ら絶対勝ちたいと思ってたんで、そこはそういう意味で言うと嬉しかったのは大きかったかなって感じですかね。はい、とにかく1勝目の時はやっぱあんまりにもこうやっと勝てたって安堵感が泣きましたけど、今回は泣いてません。はい、ありがとうございます。でも実は家に帰って泣いたりは、いや、してないです。ありがとうございます。では続けての質問は、はい、吉田選手に対してなんですけれども、はい、初めての出場だったということで、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけど、はい、まあ、どんな感じだったのかな。いや、もう初めての出場だって、まあ、星野さんともう一人のライダーが BM ワークスのハネスだったんで、もうライダー2人めちゃくちゃ速いんですけど、僕が今年になってタイム出てきて選ばれてすごい嬉しいんですけど、やっぱりこうタイムが出なかったりどうしようとか転んだりどうしようっていうのが緊張してて、で千葉っていった予選で、まあ、アウトラップで当たって転んで自分が怪我してしまって、もうチームの空気を乱してしまったなってなったし、で結局まあ決勝では怪我もあったせいでやっぱ1回しか乗れなかったので、まあ、嬉しい反面ちょっと悔しいっていうのがあった感じですね。じゃあそこをちょっとリカバリして次回に、そうですね、はい、ありがとうございます。
じゃあ続けての質問なんですけれども、はい、もう一人ハネス選手という外国の方が、ライダーさんにいらっしゃると思うんですけど、まあ、3人で走ってみてちょっとどんな感じだったかなと。まあハネスはウィークからだったので一緒に走るってタイムが一回もなかったんですよ。で、あの8単位テストって2台走らせていいから、例えば僕と愛之助が同時に走って愛之助を引っ張ってあげるとかできるんですけど、だから向こうのハネスの走りも見ることができない。ただまあセクタータイムとか走った後のコメントとか聞いてると、まあやっぱりワークスライダーだなっていう、どこの誰が作ったかも分かんないバイクに、で初めてのサーキットいきなりこれで走ってこいって言われて、俺だったらこういうセッティングがいいよ、ああいうセッティングがいいよって多分言いたいこともあったんでしょうけど、でもそういうことは一切何も言わず、とにかくこのバイクに僕が慣れるだけだって、もうずっとただひたすら周回を重ねてくれて、で実際問題予選は彼が一番速かったですし、決勝のペースもほぼ僕3人とも変わらないとこまで、初めて鈴鹿走るライダーがねそこまで来る、まあワークスライダーなのか来るだろうなと思ってましたけど、実際本当に来てくれて本当助かりました、マジで。はい、ハネスなしではこの優勝は確かにない、うん、と思います、はい、結構キーマンだった。そうですね、うん、まあ、あとは愛之助が頑張って1回乗ってくれたっていうのもすごい僕とハネスにとっても大きかったかなと、うん、はい、では、続いての質問なんですけれども、走ってる姿は結構まあよく見れるんですけれども、実際問題こう工具を使って途中でメンテナンスしながら走ってると思うんですけれども、工具 の, その重要性、うん、ちょっと気になるなと思ってまして、うんうん、普段のスプリントレースでももちろん当然工具ってのはすごい必要で、まあ、メガニックが僕らが乗るバイクを当然工具を使ってメンテナンスする、安全を確保するために整備をするっていうのがスプリントレースもありますけど、今回の耐久レースに限って言うと、さっきワンスティン止めて、あ、もう僕勝ったなと思ったっていう話をしたじゃないですか。あれは同じようなペースで走ってるライ、あ、他のチームがね、うち僕らと同じペースだったら、僕らは優れた工具メーカーさんについてもらってる分タイヤ交換がめちゃめちゃ早いんですよ。だからピット作業が最低でも8回入んなきゃいけなくて、でタイヤ交換8回あるわけじゃないですか。ライダーが同じタイムで走っててもそこのピットの差でどん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 差が広がっていくっていうのは、まさに今回そういう展開通りだったこともあるんで、ほんとその辺はそのタイヤ交換する道具の、まあほんとスペシャルなツールを作っていただいて、うちらのチーム使ってるんで、ほんとそこがもうこの優勝のキーポイントになってるんじゃないかなと僕は思います。はい、お役に立ててめちゃめちゃ多分みんな欲しいって言い出すと思うんですけど、ね、そこは売らないでいただきたい。ありがとうございます、はい、今星野選手のお話いただいたんですけど、はい、吉田選手の方は、まあ、去年、まあ、ちょっとライダーじゃなくて、メカの方のタイヤとかテストだった時に、まあ、初めてトネさんの工具見た時に、まあ、リアのアクセシャフトをやっぱ他のチームとかはこう手で回してからこうやってるんですけど、インパクトですか、トネのはもう一発ブスッて刺して、でも締め込んでもう終わってみたいな感じなので、うん、やっぱ他よりかもタイムが全然リアの交換が違って、やっぱフロントもすぐ交換できてるので、やっぱそこでもう数秒数十秒開いてるので、そこもやっぱりトネさんの効果がすごいなっていう思いましたね。もう数十秒とかそんなに差が出ちゃう、出ちゃうんですよ。あ、うちらのチームはだいたい平均すると大体25秒ぐらいなんですよ、前後のタイヤ交換で。で、普通のチームは大体1分ぐらいかかるんです。あ、そんなにかかる。で、まあそこからいろいろ工夫を重ねて、まあまあ早いねっていうのが大体35秒から40秒ぐらい、うん、ってことはうちらはそれよりもさらに15秒早いってことなんで、そうするとコース上で15秒取り戻そうと思うと、僕らワンスティンと25周とか26周じゃないですか。だから1周1秒近く速く走らないとそれを取り戻せないんですよ。だから本当他のチームは厄介だなと思ってたと思いますよ、毎回人が速いんで。そうですよね、そんなに30秒とか差が開いちゃう、うん、そうそうそう。でもそれが毎回ピットインすることに、ライダーは頑張って詰めてても僕らがピット作業が早いもんで、まだ僕らは30秒先に行っちゃう、それをずっと結局繰り返す、最終的にそれで1分半の差をキープして、まあ、最後はペースダウンできる余裕もできたし、工具様々です、はい、ありがとうございます。
では、ちょっとこちらの方に移動しまして、先ほど、ちょっと3人でショールームの方をちょっと見て回って、気になる工具を選んでいただいたので、そちらの紹介をしていただきたいかなというふうに思います。はい、星野さんから選ばれた工具に、はい、はい。僕はまずやっぱりいつも選んでしまうのがこのトルクレンチ。なんででしょう。やっぱトルクレンチの表が見やすいからです。そう、老眼だからです。はい、ほんとこれも一度使ったらやめられない。何本持ってんだろうっていうぐらい持ってます。はい、何本持ってるんですか。10本近くは持ってる。もう一個はこれが、これ今年から使い始めたんですよ。そうなんです。そう、でもこれがめちゃめちゃ便利で、やっぱリアアクセルナットとか硬いのが簡単に緩む、うん、っていうのですごく重宝してる工具の一つですね。でもう一個は中空のラチェット。これは単純に僕が今一番欲しい。今日は愛之助に買ってもらおう。ありがとうございます、はい、吉田選手もなんか一個面白いのを、はいはい、選んでいただいたんで、全然僕整理しないで分かんないですけど、探してたらもう今バカでかい見たことないやつがあったんで面白くて持ってきました。何を締めるんですかそれで。何を締めるんですかね。頭のネジ締める。頭のネジは締めたいですね。そんな大きい。オッケー。すごい緩んでますね。だいぶ緩んでね。3人がかりでやっと閉まる。ありがとうございます。ちなみに今日それはじゃあお持ち帰りということで。なんか星野さんが2分6秒ぐらい出したら買ってくれるって言われたんで。そうなんですか。2分5秒です。5秒。5秒。5秒で。ありがとうございます。今ちょっと大きい工具ちょっと話をさせていただいたので。まあ、今度はこのちっちゃいものについてご紹介させていただきたいなというふうに思います、はい、でちょうど、まあ、ちっちゃいものの中でも2つこちらとこちらですね、新製品でこの間出たばっかりのものがあるので、うん、ちなみに、これは、まあ、ここがこう開くようになって、はい、ここにこのビットを、まあ、6つこう差し込めるというものになっています。ほう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 。でここが回るのでこう、まあこうやって探さなくてもいいよ。あ、なるほどね、なるほどね。感じになってる。で、これを刺すと。そうですね、これを刺していただいて、真ん中にすると、まあ、ロックがかかってそのドライバーみたいな感じなんですけど。この状態ね。で、こっちにするとラチェットが。ラチェットになる。で、これと、まあ、同時期に出たのがこれなんですけど、うん、これもここにあのビットが入るようになっていまして、これはちょっとここにマグネットがあの内蔵されて、ここでパチッとこうくっつける感じ。でこうカシャカシャ、まあ、よく使うものはまあ手前の方に。あ、なるほど、ね、入れていただいて、これは首振りになってるので、うんうん、ここ の, あのボタンを押しながらじゃないと首を振れないんですけど、うんうんうん、離したところで止まるよっていうものになってます。ビットを使う？使う、わかんないです。使わない。そんなビット初心者の人にはまずこれがおすすめですよ。そう、それ定番工具。これは絶対ちょっと今度買おうと思います。まずそれを、これを買って、ちょっと骨といえばこれです。はい、買って学びますね。でそれを使いこなしたら次こちら行っていただいて。ティーレの、はい、はい、なるやつ。で最後にバイクにはこれ入れてもらって、もう完璧です。3つ。まず初心はこれから行きます。そうですね。バイクとか車じゃなくても、まあ家具買った時とかにも結構使えるので。ま、ね、あでもトネさんって結構ビット系は豊富ですよね。そうですね。うん、意外と。いわゆるショートビットっていうのの種類が結構豊富にあるので、うんうん、それを使った製品っていうのが結構多いですね、うん、はい、では改めまして冒頭の方にもお伝えしましたが、8大優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これからも活躍の方、はい、頑張ります。期待しております。はい、ありがとうございます。本日いらしてくださったこのお二方の SNS と、あとチームの SNS の方も概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。